皆さんこんにちは。リセノのバイヤー担当の大和です。今日はリセノのオリジナルユニットシェルフラスに合う、バスケットや収納ボックスについてご紹介します。商品名やサイズ、どんな収納に向いてるかなど詳しくご説明しますので、ぜひご参考いただけますと幸いです。こちら私も実際に自宅で愛用しているユニットシェルフラスです。ガラスキャビネットだったり、ウッドキャビネット、引き出しタイプとありますが、オープンタイプの場合、見せる収納と隠す収納をうまく分けることがおすすめです。理由はオープンタイプの場合は、雑多な印象になりやすいので、生活用品だったり、ノート、文房具、薬など、収納バスケットを使ってうまく隠してあげましょう。そこで今回こちらのおすすめの商品3つご用意いたしました。1つ目はアナログバスケットです。ラタンという天然素材を使用しています。ラタン本来が持つ色味だったり、自然にできたムラなどが、ほっこりとした温かみある表情になります。おすすめはスクエアバスケットの L サイズです。 L サイズは、幅が40センチ、奥行き36センチ、高さが19センチです。でこちらは、ラスに合わせる場合は2つ横に並べていただくと、こんな感じで綺麗に収まります。ざっくりとした風合いになるので、その自然な感じがいいなという方にはすごくおすすめです。ただ手作りなので、個体差がそれぞれ生じてしまったりとか、デザイン上多少中が透けてしまいますので、収納するものによっては選んだ方がいいかなと思います。実際によくある生活用品だったり、ちょっと雑誌とかをしまってみようと思います。こんな感じで収納してみました。こちらの向かって左側のバスケットには、雑誌を入れてます。で雑誌の場合、例えば、こういうちょっと表紙が派手だなと思うものも、中に入れてしまえばすっきりしまうことができます。でこちら向かって右側のバスケットには、キッチンとかによくある、ストックしやすいお菓子だったりとか、こういったちょっとパッケージが派手なものも入れてるんですけれども、カゴに入れることで気にならなくもなりますし、中に何が入ってるか、分かりやすくなるので、そういった判別もしやすいのかなと思います。ただやっぱりどうしてもちょっとごちゃっとして見えてしまうなという方におすすめの、方法があります。でキッチンクロスですね、こちらをかぶせてあげることで、その印象を少し軽減することができます。このような感じで、クロスが1枚あるだけで、少しだけそういった雑多な印象を隠すことができます。でもしくは、ユニットシェルフラスの棚板を1枚追加していただくことで、蓋代わりのような感じにもなります。それもちょっと実際1枚追加してみます。いかがでしょうか。このような感じで1枚足してあげることで、上の、何かごちゃごちゃしているものを隠すことができます。2つ目は洗えるバスケットティムです。こちらのおすすめサイズは L サイズです。 L サイズの幅は40センチと奥行きが32センチ、高さが16センチです。こちらは、L サイズを縦長で3つ並べるとちょうどラスの幅にぴったり収まります。でちなみに、横に並べると2つ収まるんですが、縦に並べても横に並べてもどちらでも、ラスにぴったりと合わさってお使いいただきやすいかと思います。こちらは一見、北欧の白樺のようなバスケットの
優しい風合いなんですけれども、実は樹脂製のバスケットなんです。メーカー様が独自で開発された新素材で、耐水性がありながらもこのような柔らかくて優しいデザインが仕上がりました。中身が見えづらくなっていますので、雑多に入れても気にならないのがすごくいいポイントだなと思います。で、実際先ほどこちらのアナログで入れた、雑誌だったり食材をこちらにも入れてみようと思います。いかがでしょうか。上と比較していただくと、横から物が見えなくなってますので、かなりすっきりとした印象になるんじゃないかなと思います。雑多に入れても特に気にならないので、ストレスフリーにお使いいただけるかと思います。最後の3つ目はシェーカーオーバルボックスです。こちらはサイズは4サイズございます。非常にデザイン性が高くて蓋付きなのも嬉しいポイントです。で、生活用品などは中にしまって、もうこれを置けば一気に絵になります。実際に、薬だったり文房具だったり結構細々したものを入れてみようかと思います。先ほどの薬だったり、文房具などをガサッと入れても、蓋をして並べるともう一気に絵になります。で、特に並べる必要がないので本当に気兼ねなくお使いいただけますし、先ほどの2つよりもデザイン性を求める方にはこちらがおすすめです。いかがでしたでしょうか。ユニットシェルフラスでより整った暮らしを楽しむためにも、ぜひ収納バスケットを見直したり、ご検討いただけますと、よりすっきりとしたお部屋を作ることができます。バスケットや収納ボックスを取り入れるだけで簡単に生活感を軽減できますので、ぜひご検討ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。